それは都合がいい。白川さんと食堂に行こうと思っていてな。そんなに俺と隣になりたいのか。バカな、机が隣だと教科書を忘れても嬉し恥ずかしく隣同士で見せ合えばいいのだぞ。話があるんだが、今大丈夫か？別に食堂は逃げないからな。食事は下でもいいよ。自己主張しろよな。いや、じゃあ3人とも生物準備室まで付き合ってくれ。昼休みは貴重なんだから早く。ミルク入りコーヒーがあるけど、なんか飲む？職員室に置いておくには荷物が多すぎるからな。ま、研究所出身者の講師の中じゃこれでも少ない方だ。昼飯代わりにこれをやろう。後で食べれるようにな。なんか準備いいですね。まあな。正確には吉野講師とこの島に関する問題だ。
島のことは考えなくてもいい。お前たちに出せる情報は限られているんだ。企業秘密ってやつでね。企業秘密だって言っちゃっていいんですか？信用を得られなければ仕事は頼めない。とりあえずみんなには例の吉野講師が事故や事件の現場に現れるという件を調べてほしいんだ。落ち着け朝倉。お姉ちゃん、いえ、小弓先生、私もそんなことするのは嫌です。私は吉野さんとクラスメートでしたけど、彼女はそんなことする子じゃありませんよ。待て待て、二人とも落ち着け。よく考えろ、逆だよ。いいか、さくら。もし、吉野講師の無実を証明したいなら、逆にこの話には乗っておくべきだ。ああ、なるほど。吉野講師の能力と外見を理解できない一部の人間にとっては、彼女はただの異分子。今回の件は、彼女を排除するには最高の事件だが、あいにく証明の最後の部分だけが情報不足で手詰まりになっている。一部の不理解な人間たちは、しかし吉野講師の能力そのものは認めているから、万が一の可能性も潰しにくかったわけだが、わかるか朝倉、圧倒的なこの場面で学園はお前たちに調査の権限を与えると言っているんだ。そっか。聞き込みも講師は見て見ぬふりをするし、講師権限での学園のデータベース閲覧も許可が下りる。期限は4月いっぱい。それまでに吉野講師の無実を証明してみせろ。承諾でいいかな？手伝いよ、朝倉くん。かったりな。こうやってお前はいつも面倒なことばかりしているのだ。毎日の食堂 A ランチで手を打とう。解散。でもお前とも同じことを言うと思うぞ。
問い、先生とは一体誰の味方でしょうか。QED。 仕事だよ。吉野講師の話を聞いていたんだが、ちょっと外れているけど悪い子じゃないよ。私も人の心だけは科学や物理で解明されないことを祈る人間の一人だ。というか、確かに恋愛の成功が確率で出るのなんて嫌だろ。人は機械を作るが、その人の心は機械ではない。非論理的なことと無駄の生産が人の正常なのさ。これぞ科学のパラドクス。それにあのチョーク投げは面白かった。
徹夜の末の傑作だ。すいません、桜餅のセットを3つください。
のこと好き？先生をからかっちゃいけないんだぞ。いじめられていたからなんだ。うん、今思うと大変ないんだけど、でも子供のいじめって理性じゃないから的確なんだ。心がきしむんだ。物とか社会的な価値じゃなくて、歴史とか心の価値の高いものから壊されていく。傷は深くて、笑顔が死んで、心が死んで、思い出が死んで、僕の中の僕がいなくなっていくんだ。優しさが死んで、僕も、人を、傷つけた。返せないから、未来に、これから生まれる
僕みたいな子に返そうと思うんだ。Thank you.
Thank you.
か。踏んだり蹴ったり。それじゃあお兄ちゃん、また明日からの授業をお楽しみに。
はシビアだよね。ああ、なんでもないの。珍しい顔してたなって。なんかかっこよかったよ。前に一つだけ聞きたいことがある。魔法って信じるか？
しばっかりするからだよ。になったのだってお兄ちゃんがさくらの話を毎日しだしてからだもん。あと、それと合わせて再会したら恋人になろうねって。ずっと忘れてたのに、さくらが昔のままの姿で現れたのを見て思い出してしまった。バカばっか言ってないでよ。お兄ちゃんとに決まってるでしょうが。あの桜の木の下で交わした約束は成就するという曰くまであったんですよ。それに滝くんと翔くんを階段から突き落としたのだって桜の仕業だって。昔のクラスメートでしょうが、さくらをいじめてたってお兄ちゃんが言ってたんだよ。さつき先生もかわいそうだったよね。忘れちゃったの？ちょっと待ってて。
何を？単純だよ。遠足に行くときに、さくらとその二人が同じ班になって、男の子たちがひどいこと言って、さくらを嫌がったの。それで、かばったお兄ちゃんにも悪口を言って、遠足が近づいてきたある日、階段から落ちて足の骨を折ったの。そのとき、階段の上にさくらがいたって。で聞いたことか。そのせいだって話も出たくらいだからね。なんて呼ぶのよ。ねえ、どうしたの？お兄ちゃん、なんかおかしいよ。熱でもあるの？何言って。制服着てないの？
ネムちゃんに倒れた？花びらが降り積もるように美しくても地に落ちてしまえば汚れてしまう花びらのように、ひどく緩慢だけれどもやがて心もきしみ出す。エムちゃん、やっぱり発症しかかっているんだね。夢の中でまで意識が朦朧としているなんて、なんでそこまで失ってまでお兄ちゃんとの思い出を手放
したくないの。桜のために用意された魔法使いの見る夢、でも安心して、もうすぐこの夢も覚める。人の心はとても強いもので、人の器はとても弱いものだから、これ以上は。さくら、安心したよ。
ネムの顔も見たし、そろそろ。はい、お名残惜しいですが帰ります。明日も来ますからね、ネム先輩。いや、あんたも無理しないようにね。それじゃ、また学園で会おうね、M。私のシャツのこととか知ってるの？学園で会おうって何？どうして？私、どうしてここにいるの？軸を失ってまでお兄ちゃんとの思い出を手放したくないの。助けて。助けて、お兄ちゃん。いないぞ。何ハーハー言ってるんだ、朝倉。
そうか、それは難儀だな。話をしているんだ。うちの学園にさくらなんて可愛らしい名前の講師はいないぞ。誰と間違えているんだ。朝倉の知り合いではあるんだな。日本語が正しくない。覚えてないじゃなくて知らないだ。なあ、お前がさくらって子のことを知ってるんだろ。いつも会う場所とかないのか。なんだ、学生の身分でしけ込んでるのか。冗談だよ。他にはないのか。夢の中で会った子じゃないのか。どこに行く気だ。どこだ。
すべての始まりは、そう、ある魔法使いが見た夢からだった。おはよう。夢の世界へようこそ。島は僕のために用意された世界だから、僕の望みを全て叶える魔法の世界。願いを叶える力、簡単に説明しようか。魔法は思いの力。そんなものはない。奇跡なんて起こらないと思っている人には使えない力。でもね、でもみんな心のどこかで願っているんだ。当たり前から逃げたい、普通は嫌だ、働くのは面倒だ、なんてつまらない、面白くないこの世界。ワクワクするような冒険がしたい。思い当たる節があるんじゃないかな。信じていないのに、実は心のどこかでみんなが望んでいる力が魔法。だからおばあちゃんは考えたの。一人一人の力は小さいけれど、みんなの願いを少しずつ集めて、
そんな力を、助けを、奇跡を必要とする人にあげようって。それがこの島の魔法。エルヘンだよ。みんなの力を集めて、一人を助けようっていう幸せな世界。うん、その願いを集めているのだ。桜を見ている人が浮かべる綺麗な感情。人が寝ている時に無意識に見る願いの形、夢の収集。これらを桜本体に流しているの。そうだね。お兄ちゃんが見る他人の夢を見る力っていうのは、その副産物。魔法使いの血を持つ私とお兄ちゃんを、夢の伝達経路と誤認して通してしまうの。同感なんだね。だから、テレビを見せられているようなものだから、私たちの見る夢は、基本的に思いのままにはならない。とにかく、ここは、優しい魔法の島なんだ。夢のせいだよ。子供を演じていなければならなかった。そうだよ。それが外見にも影響を及ぼした。自分が両親や友達、あなたやネムちゃんに危害を与えるかもしれなかったから。万能になった者は神にならなければいけなかったんだ。誰にも触れられず、誰にも見えず、誰にも声をかけられず、ただそこに存在しなくてはならなかった。
女は一人だった。誰とも遊ぶことはできず、学問に集中したのだって相手がいなかったからさ。彼女は無限よりも一つだけ小さな神様になってしまったんだ。そう、原因は違う。でも私の問題だった。それに根源、そんなことは彼女の問題ではない。あなたが考えているよりも彼女の問題は実際は浅く単純で、心は傷ついている。現実の境界すらない。いや、自分の存在そのものが信じられないだろうに。本当に吉野さくらという少女は存在するのかと。そして一番皮肉なのは、彼女はいつでもこの夢から自分で覚めることができるんだよ。でも叶えられるなら、枯れない桜を自分の手で枯らせばいいんだ。これが彼女の問題の最大のポイントさ。ヒントとも呼べる。ねえ、これを未完成の魔法使いの見る馬鹿らしい夢として考えるんじゃないんだ。この夢を見ているのは、可愛らしい、見かけよりもずっと弱い女の子なんだよ。さて、ダカーポみたいに、いつ終わるのかわからない夢物語の閉幕。お兄ちゃん。
消えちゃうからね。楽しくても夢は終わらせないと。エムちゃんが消えたらお兄ちゃん悲しいもんね。エムちゃんはお兄ちゃんの妹だもんね。僕はお兄ちゃんに迷惑ばかりかけて6年もいなくなってて、でもエムちゃんはずっとお兄ちゃんのそばにいた。僕が心のどこかでネムちゃんを邪魔だと思っているからなんだよ。そうじゃなかったら僕は何でもできるはずだもん。ネムちゃんの病気なんてすぐに治せなきゃいけないのに。なんて嫌な子。だから消えるの。消えたかったんだけど、お兄ちゃんだけは忘れてくれなかったから。ううん。それは多分間違いなく僕が忘れてほしくなかったんだろうね。その生活は楽しかったよ。
だって何でも叶ってしまう世界なら、相手の気持ちが嘘だってこともあるんでしょ。それはもう自分の好きな人じゃないんだよ。それでもそうなってしまったら、相手を拒否することができないだろうね。それが怖いよ。この想いを君と
ふにゃ、もう起きてるよ。それは誰の気持ち？おにゃ！桜舞う並木、夢見たその笑顔、儚げな未来、いくつかの二人だけの大切なこの
の始まりの日は、多分、ここだったんだ。願えばいいんだと思うよ。心の底から。さあ。256%。もういいよ。充電しすぎで壊れそうだよ。うにゃ、愛情1000万%だよ。ここだけ新しい約束してもいいかな。桜が枯れて、それでもまだ僕を好きだったら、いっぱいいっぱいキスしてほしい。約束して、誰でもない僕と。マジ？
今まで、ありがとう。君は、僕のこと、一生懸命守ってくれたんだよね。わがまま聞いてくれて、ありがとう。ずっと咲いててくれて、ありがとう。たくさんの思い出と、たくさんの夢を、ありがとう。だから、ごめんなさい。僕のわがままを最後まで聞いてくれて、また来年、これから先もずっとずっと、また春に会おうね。
に大人の女性になって戻ってくるんだから。うにゃ、何それ。秘密だよ。